秋の交通安全県民運動に合わせ、昨夜、交通安全キャラクターマニアなどが玄海町の飲食店で飲酒運転の根絶を呼びかけました。飲酒運転多いんで気をつけてください。はい、すいません、お願いします。お願いします。この活動に参加したのは唐津警察署の警察官と玄海町の職員など合わせて7人と県の交通安全キャラクターマニアです。昨日午後6時半ごろから玄海町今村の飲食店の店内や店先でチラシを配るなどして客や通行人などに飲酒運転の根絶を呼びかけました。佐賀県内依然としてですね、飲酒に絡む事故等が、発生しております。そこでですね、今後も、各機関と連携してですね、飲酒運転根絶に向けてやってまいりたいと思います。警察によりますと、県内での飲酒運転に絡む検挙数は今年1月から8月末までで102件となっていて、このうち唐津警察署管内での検挙は24件だということです。